旧型と出雲型の誕生によって、事実上の海事空母は4隻体制となったね。日本が空母を4隻保有していることと2タイプあることは何を意味しているのか気になるところだな。今回は、F-35 戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は今後、どうなっていくのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。はじめに日本の空母が4隻になる意味について考察してみるよ。海上自衛隊の観艦式は3年に一度行われる海事最大のイベントであり、2015年10月の時の最大の目玉となったのが新鋭護衛艦出雲のお披露目だったんだ。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦であり、その前に誕生した日向型の日向伊勢に続く3艦目となったね。しかも出雲は日向型と比較すると、一回り大きく建造され、自衛隊最大の艦艇となって誕生したんだ。また同年8月には出雲型の2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了して試験航海も11月に行われたってわけ。2番艦加賀が就役したことにより、海事は日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合わせて4隻の航空母艦を保有することになったな。艦艇は長期にわたってドック入りする整備機関や乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関を必要とし、それぞれの機関が3分の1ずつを占めるため、4隻体制となって常時1または2隻の航空母艦が有事即応体制を取れるようになったぜ。しかし、実は日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっており、もしかすると視聴者の中にこれらは護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人がいるかもしれないが、それは完全な誤解ってわけだ。そもそも海事の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、世界的には軍艦あるいは戦闘艦に該当するんだよね。例えば金剛型や愛宕型は護衛艦と区分されているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれていることを改めて理解してもらいたいところだよ。航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量19000トン、全長197メートルの規模で出雲が就役するまでは海事最大の艦艇とされていたんだ。主な艦載機は SH-60JK シーホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に発着艦させる広さの甲板を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容できみたい。そして日向型の主任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦であるため、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しており、航空母艦としては結構な重兵装を積んでいることが特徴的だぜ。一方で出雲型の出雲と加賀は満載排水量27000トン、全長248メートルとなっていて、前述した通り日向型よりも一回り大きく、シーホークを5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容できるらしい。しかし、任務の違いから日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されていないため、潜水艦への攻撃はシーホークや洋艦に委ねなければならないってわけだ。そして垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型と比較すると、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されているね。例えば日向型と出雲型は手術室と集中治療室を共に備えているが、病床は日向型8床に対し、出雲型は35床も有しているため、当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるんだと思うよ。また出雲型の方が飛行甲板も一回り広いため、陸上自衛隊が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も有利に活用できるぜ。
これは、あくまでもどちらがよりその能力が高いかという話をしているだけで、日向方が上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるため、出雲方も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能だな。そして日向方と出雲方の両艦いずれもシーホークの他に、大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させることができるらしい。しかも、必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューエなどの小型ヘリのほか、大型の CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用まで行うことができるみたい。一見すると空母のような大隅型は劣気とした輸送艦であり、上陸作戦に特化しており、ヘリコプターの発着艦はできるが格納庫を持たず、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないんだ。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決するべく立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団が発足すると同時に、懸念されていたのが海上輸送力の確保だったんだ。有事で多くの人員や装備を運ぶとなれば空輸だけではなく海上輸送も行わなければならず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだな。大隅型が登場する以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたらしい。そして、日本政府も1992年に始まった数ある PKO 派遣を鑑みて、海洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から大隅型3隻の建造を認可したぜ。従来の海事輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 選定や輸送ヘリを使った揚陸作戦も可能とするよ。大隅型は陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の隊員を乗せることができ、長期航行に備えた居住スペースまで確保されているね。一方、装備面の輸送力としては73式大型トラックならば最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることが可能であり、大隅型が3隻いたら1個連隊規模の輸送ができる計算となるぜ。また、海事艦艇初の全通式艦板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着を可能としたほか、最近では改修工事も入って V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになったらしい。ただし、先ほども述べたように航空機用の格納庫と整備機能は持っておらず、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時に一部の無知識人から空母や強襲揚陸艦ではないかとの指摘を受けたな。このように格納庫を持たず、車両用エレベーターしか持ち合わせていない大隅型が空母となれるはずもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と178メートルの全長では固定翼機の運用は不可能であることを奴らは理解していないんだよね。この格納庫を持っていないという点は非常に重要であり、これを理由に大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているぜ。やはり、空母や強襲揚陸艦といった表現は国家の威信財力の象徴としてみなされることが多く、すでにそうした風潮は現れていて、日向型や出雲型に艦載予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論が未だになされているくらいなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、日本と同様に韓国で導入されている F-35A ステルス戦闘機の機密情報が気になるところだよね。一応米兵が24時間張り付きで監視している状況であるのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機だから、そこまで気にしなくてもいいのかもしれないな。今回は、日米ともに韓国政府を信用していないのが現実であるというところを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカのロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、
一応親日の大統領に代わったとされる韓国においても40機を目標に調達中みたい。韓国では当初総数60機もの F-35A の調達を検討していたようだけど、金銭的に無理が生じて現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達したよ。そのうちの1機は2022年1月、飛行中にワシと衝突したというバードストライクが起き、その修理費が新品を購入する費用を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだな。すると、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業としてアメリカ政府と F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A を配備するらしい。この二次事業で追加の20機が配備されたら、韓国空軍が保有する F-35A は59機へと増えることになるわけだが、韓国防衛事業庁は追加導入する20機に関して現在運用中の F-35A と比較し、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたね。いわゆる F-35A の兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装もできるというわけだ。また同庁の韓巡飛行空機事業部長は次期戦闘機二次事業によって、韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると語っていたぜ。韓国と停戦中の北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系とは、1ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、2発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KAMD。3北朝鮮から攻撃された場合に司令部などに対して報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR の3機から構成されているよ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うことになり、監視は一時事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも発表していたぜ。このような状況で韓国は軽空母の保有計画も表明しており、その確定の是非はまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な F-35B の方も20機程度の調達を目指す方向で動いているね。2022年5月にユン大統領が新たに就任した半年後の11月に米韓両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の郡山基地に着陸して北朝鮮を威嚇したんだ。一方で日本の現状としては、F-35A を105機、F-35B を42機調達することを閣議決定しており、この保有数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さだな。韓国が F-35B や軽空母建造の方向性を急いで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいとも言われていたぜ。しかし、事実 F-35B は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きもあり、この韓国の追加購入はロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でネギを背負ったかもである韓国は軽空母の開発に先立ち、アメリカに設計の前提で必要となる情報の開示を求めていたが、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せていたようだ。もともと韓国は現在保有している独島級強襲揚陸艦の後継艦として、空母でなく従来の3万トン級の大型輸送艦建造であると表明していたが、これは中国を刺激させない表向きの配慮だろうと言われていたね。しかし、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、韓国は大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。日本のように4州を広い領海で囲まれているからこそ、中国の脅威に対して防衛には限られた九州や南西諸島の陸上拠点からだけでなく、新たな海上拠点となる出雲加賀によって運用される F-35B の必要性も納得がいくものだけどね。ただでさえ、
F-35 ライトニング2戦闘機はステルス性能を向上させるために燃料搭載量が限られており、それは B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須であることを理解しなければならないな。それでも韓国の領海の広さは日本の 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めたとしても 12% を超える程度であり、有事が起きても十分に陸上の飛行場からの F-35A の航続距離行動半径に収まると思うぜ。もちろん政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないのだが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるってわけだ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型ともに調達を進めている希少国の一つであり、それにはおかけるかのように新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあったんだよね。韓国は規制された F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだが、日本と同様にイタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェカウトラインの承認を受けているよ。もしかすると、イタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する情報が中国へ漏洩する危険性が高いのではないかと疑われ、その意味で日本にとっては脅威と感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本でも三菱重工業が主となって、愛知県の南小牧工場内に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区における同機の整備を担当しているぜ。機体に搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機は、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ず FACO で実行するように定められているわけだ。確かに韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であり、政治的には親日となりつつあるとは言っても日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでいたため、2024年4月に韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したよ。ジョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した形となっているね。韓国は空軍が運用する F-35A について日本以外の MRO&U で重整備を受けると再三主張していたが、NHK は2020年7月三菱重工業の F-35 最終組み立て施設 FACO の MRO&U 運用が正式に始まったんだ。防衛省の説明によれば在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れ予定で年間30機以上の重整備を受け持つと報じたな。これについて韓国側は F-35A の整備について決定を下すのは韓国軍であり、日本の MRO&U 利用に関して日本や米国からの正式なオファーもないと否定していたらしい。韓国メディアも空軍が重整備を直接行うことで決まったと報じているけど、中国への情報漏洩の懸念が払拭されたわけではないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年6月18日に台湾のメディアが、台湾海峡の中間線付近で漁をしていた台湾漁船の漁師が、中国海軍のものとみられる潜水艦が浮上して航行しているのを目撃し、撮影したとされる画像が SNS に投稿されたことを報じたよ。浮上したとされる潜水艦は画像から中国海軍の戦略弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN とみられ、その艦種については094型普及戦略ミサイル原潜とする情報や096型等級戦略ミサイル原潜ではないかとする情報が錯綜していて、この事件を報じるこれらの記事に漁師が撮影したとされる画像が添付されていないことから様々な憶測を呼んでいるらしい。今回はそんな中国海軍の原子力潜水艦が台湾海峡を浮上航行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。3
さて、094が多数無球弾道ミサイル原子力潜水艦は中国海軍における主力の戦略ミサイル原子力潜水艦で、2007年に1番艦が就役して以来2020年9月までに4隻が運用されていて、さらに2隻が浸水して偽装中であることが確認されているよ。艦体の大きさは排水量1万2000トン、全長137メートル、最大幅 12.5 から13メートルとされ、最大速力は20ノット、おそらく水上航行時で乗員は140名。西側諸国の分析によれば、094型原潜は初期型の094型が2隻と回収された094A型が4隻すでに保有しているとみられ、その後は現在建造が進められているとみられる096型等級原潜2隻を合わせて、中国海軍が8隻の弾道ミサイル原潜を保有するとされているね。米国防総省が2020年9月1日に発表した中国の軍事力についての年次報告書、2020チャイナミリタリーパワーレポートの中においても、中国海軍が2030年までに、現在運用中の094型普及戦略ミサイル原潜と開発を進めているとされている。096型等級戦略ミサイル原潜を就役させるとする記載があり、その開発は着々と進められていると見られているんだって。094型戦略ミサイル原潜の兵装には、魚雷発射管6機と SLBM 発射装置垂直発射システム VLS が12機搭載されていて、射程 8000km 以上の巨波2型 JL2 や1万3000、1万4000km とされる JL3 を発射することが可能だな。そして096型等級戦略ミサイル原潜については、弾道ミサイル発射用の VLS が094型が12機であるのに対して、倍の24機に増強されており、搭載する弾道ミサイルも最新型のものが、搭載される可能性があるとされていて、大きな脅威となると見られているぜ。ただ、096型等級は2024年時点ではまだ開発段階にあると見られており、ここまでのところ建造が終了して浸水した、あるいは秘密裏に浸水して偽装が完了したといったような情報はなく、今回目撃された原潜は096型ではなく094型であろうとの見方が広がっているらしい。これらの報道を受けた台湾国防部国防省のウェリントン空国防部長国防省は記者会見で、国防部においては状況を把握していると述べて事実であることを認め、台湾の離島である宝古島から出漁した漁船の漁師が、18日早朝に台湾海峡の中間線付近で操業中に当該原潜が浮上したのを発見して撮影し、その後、中国海軍の水上艦艇が現場に現れて原潜と共に中国大陸方面に航行していったとしたよ。水上艦艇が駆けつけて原潜が浮上したまま航行していたとの情報から、軍事専門家やインターネットの軍事関係サイトなどでは、中国海軍の原子力潜水艦は故障したために浮上したのではないか?との指摘が多く挙げられているけど、台湾の炭鉱大統合戦略科学技術センターの楊大元研究員はこのことについて、原潜が故障したようには見えないとして、故意に台湾海峡の中間線付近に浮上することで、同海峡における中国の主権を誇示したのではないかとの分析を示したんだ。台湾国防部でも中国による威嚇である可能性を否定せず、呉国防部長は、中国は台湾に対して絶えず軍事的な嫌がらせや敵が武力攻撃と判断しにくい手法で圧力を加えてくるとして、いわゆるグレーゾーン作戦や認知戦を仕掛けてくると指摘し、警戒意識を十分に持つべきであるとの認識を示したよ。また中国が台湾に対して一方的な現状変更を試みる可能性が常に存在していることを理解する必要があるとして、このような事象を怖がってパニック陥ることなく毅然と対応するが、挑発に慣れてしまうことは避けなければならないと強調し、台湾政府は冷静かつ理性的な思考によって台湾海峡情勢に適切に対処しているとして、中国に対してはトラブルメーカーになることの内容を強く求めると語ったな。台湾海峡において中国海軍の原潜が浮上航行したのは今回が初めてではなく、2021年にも094型普及原潜が海峡を航行したことがあったぜ。
2021年11月29日に軍事専門家のブログにおいて、欧州のオープンソース衛星画像サービスであるセンチネル2号が撮影した、台湾海峡の衛星画像に、浮上航行中の中国海軍の094型浮球、弾道ミサイル原子力潜水艦が映り込んでいるとする書き込みがあったね。この際にも原潜故障したとの説が持ち上がった一方で、軍事専門家の間では、弾道ミサイル原潜が母港などの自国領海外で浮上航行してその位置をあらわにすることは前代未聞だ、との声があり、故障によって潜航できない何らかのトラブルが発生した可能性があるとの見方も示されていたみたい。隠密行動が常である潜水艦が、航海上を浮上して航行することは珍しいというよりほとんどありえないことであり、ましてや燃料補給の必要がなく長期間の潜航が可能で核弾頭を搭載した戦略弾道ミサイルを搭載してその時を待つ、戦略ミサイル原子量潜水艦が、台湾海峡の中間線上で浮上航行するには何らかの理由があるはずというのが大方の軍事専門家の見方だな。中国の原潜が航海上で浮上した例といえば、2018年1月10日に海上自衛隊が宮古島東北東の領海への接続水域を、北西方向に潜航する潜水艦を発見し、海上自衛隊第5航空軍所属の P3C 哨戒機と護衛艦が2日間にわたって、当該潜水艦追跡と監視を行ったものの、当該潜水艦は尖閣諸島の接続水域も潜航した後22日午後に尖閣諸島の北西の公海上で浮上して中国海軍の093型小球攻撃型原潜であることが判明し、その後セールに国旗を掲げて航行しているのが確認された事件があったよ。中国海軍の093型小球と呼ばれる攻撃型原潜は、排水量6000から7000トン、全長106メートル、全幅 11.5 メートルで、魚雷発射管から発射される長射程の対艦巡航ミサイルを搭載しているんだ。この093型攻撃型原潜がなぜ浮上して国旗を掲げて航行したかの理由については諸説あって未だに定かではないが、一つには今回の戦略ミサイル原潜の浮上目的としても考えられている中国の主権の主張や威嚇であるとする見方があるみたい。しかしながら主権の主張をすることが目的であるならば、アメリカ海軍が南シナ海や台湾海峡で実施している、航行の自由作戦と同様に、水上艦艇を航行させればそれで済むことであるとの指摘があるな。また、事故や故障によって浮上せざるを得なかったことも考えられるが、中国海軍の水上艦艇が駆けつけたものの、093型原潜が浮上した後は普通に航行していたことを考えればそれも可能性は低いってわけだ。それらのことからこの浮上航行については、093型潜水艦が海上自衛隊の対潜哨戒機や護衛艦、さらには潜水艦によって2日間追い回された挙句、攻撃される危険を感じて浮上したのではないかとする見方が広がっていたらしい。今回の件についても、浮上した後に航行を続けていたことから故障していたとする説は考えにくく、台湾海峡における中国の主権を主張するために浮上したとする説も、中国海軍が保有している3隻の航空母艦などの水上戦闘艦艇をその海域に派遣すれば済むことであり、本来隠密行動を取るべく戦略ミサイル原潜を晒す意味はほとんどないと見る向きもあるぜ。そして、ここまで台湾軍の対潜哨戒機が追跡したかのような発表も報道もないことから、台湾海峡を潜航していた戦略ミサイル原潜に対して西側諸国の潜水艦などによる何らかのアクションがあり、原潜が危険を感じて浮上せざるを得なくなったのではないかとする見方も出ているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。